これとかもう多分いけるよ。バサ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 松若翼。うわーポップティーオールユーキャンイールイブキライトライです。お願いします。ほらもう俺らもう結構絵になってるから。今回の企画24時間キャンプ。違います、ドッキリです。やったよ。で今からですね、僕らね食材を取りに行こうと思ってるんですけども、まあでも草とか食ってりゃいいんじゃないかなっていうところで、死なない程度に食えればいいんで。それでは草探していきましょう。いやないんだよそういうの。俺ら行きますか。食料探しに行ってるんですけれども、これから木の皮につけてビーフジャーキーを食べていきますよ。バラのあれある、それだけ気をつけた方がいい。俺も、あ、痛い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 、トゲ痛い。トゲピーいる？いないよ。お、これはね、収穫ですよ。これはね、あ、来たね、これ。うわ、これはすごいな。これ何に使います？これね、うん、すごいね。やっぱり、すごいね。これね、これすごいね。やばい、すごいね。これ何に使います？これいや、これ何に使います？いやー、なんだろうね。これ何ですかね。これ何に使います？これこれ何に使います？え、待って、そこで何食えそうなもん見つけた。綺麗ですよ、それ樹脂って知ってる？樹脂樹脂樹脂は食えないですよ。え、これとかこれとか。それがどうしたの？これとかもう多分いけるよ。うわぁ、え、待って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 、え、あ、うん、これ食える木。食った、こいつ、待って待って待って、うん、知らないと思うけど、木ってめっちゃ牛の味するの。匂いかない？いや、牛の香りですね、ちょっと口くせぇ。こいつこれ、え、なんで、どういうこと、どういうこと、どういうこと、すごいっしょ。口臭い、こいつ、なんで口臭い、なんで、えぇ、あの、食えるから。こいつマジで食ったよ、待って待って、マジで食ったよ、うん、今お前マジで、でもお前知らない、痛いな、バラー、バラのあれある、それだけ気をつけた方がいい。伏線回収。ほらこの辺り、この辺り食ってみ。うーわー、やっと見えた。完全に樹脂やん、木の皮だから。これがビーフジャーキーなんですね。あー、よろしくお願いいたします。こちらがビーフジャーキーです。バカやな。年内目標チャンネル登録者絶対絶対10万人、高評価コメントチャンネル登録してね。